ロック、メタルのニュース、貫徹砲をお届けします。本日の貫徹砲は1体ありますよ。まず1つ目、アントワザーズ、初来日公演決定。アメリカ、オレゴン州ポートランド出身のゴシックメタルバンド、アントワザーズの初来日公演が急遽決定しました。日程は5月18日木曜と19日金曜、東京、新宿ライブフリークです。サポートアクトにサイが出演します。続いては、アメリカで史上最大規模メタルフェス開催決定。10月6日から8日、アメリカカリフォルニア州インディオのエンタイアポロクラブにて、パワートリップ、冬、メタル版コーチェラフェスが開催されることになりました。まず出演することが明らかになったのが、ガンズ&ローゼズ、アイアンメイデン、ACDC、オジーオズボーン、メタリカ、フールの6組。この6組だけで、すでにとんでもないラインナップですね。さらなる詳細が後日発表されますよ。続いては、レディーメタルの BMC のミュージックビデオ、再生数千万回突破。2020年10月に YouTube にて公開された、レディーメタル、BMC のミュージックビデオが、ついに再生数、1000万回突破しました。この時点で、レディーメタルの YouTube チャンネルの、再生数1000万回以上の動画は、13本となります。続いては、ノットフェスジャパン2023、デイツーチケット完売。いよいよ開催の再々延期ノットフェスジャパン。開催日目前にして、デイツーチケットが全種類完売となりました。残すは、デイワーのスタンディングチケットのみです。そして、エリアマップが公開されました。場外のマップは、こうなっています。開催場所は、幕張メッセの9から11ホールですが、まずリストバンドを受け取るために、1から8ホールの近くに行く必要がありますね。場内のマットは、こうなっています。さあ、マゴッツの皆さん、ノットフェスジャパンに行く準備はバッチリですか？当日は思い切り楽しみましょう。以上、本日の貫徹砲でした。